く瞬間が挙句の果て静脈を刺しちゃって強弱な愛が飛び出すもんね。レスポール最強を切り替えてしまいました。ノーフィクション、数学と理解は好きですが国語がどうもダメで嫌いでした。正しいのがどれか悩んでりゃどれも正解というオチでした。本日の宿題は隠せない、僕のこと隠せない、不自由ない、好きに生きていて、でもどうして僕たちは時々、いや毎日悲しいって言うんだ、寂しいって言うんだ。黒板のこの漢字が読めますか、あの子の心象は読めますか、その言葉を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。その場でこの刺激が解けますか、あの子の釘の輪も解けますか、僕たちこのまんまでいいんですか、おいどうすんだよ、もうどうだっていいや。くらいの鼓動をずっとかくまっていたんだ。そして少し期待は相変わらず高台や、かすくない不思議ない君に生きていたい、でもどうして僕たちの胸元の塊は消えたいって言うんだ、死にたいって言うんだ。黒板のこの漢字が読めますか、あの子の心象は読めますか、その心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。その場でこの刺激が解けますか、あの子の首の輪も解けますか、僕たちこのまんまでいいんですか、おいどうすんだよ、おいどうすんだよ。面積の公式言えますか、子供の時の夢は言えますか、その夢すら飛ぶ見捨てたのはおい誰なんだよ、もう知ってんだろう。いつになりゃ大人になれますか、そもそも大人とは一体全体なんですか、どなたに伺えばいいんですか、おいどうすんだよ、もうどうだって